はい、今日はユニクロにやってきました。はい、ユニクロです、シヤさん。何ですか、今日は。いや、シヤさん、いつも服、結構黒めじゃないですか。いや、もう基本黒ですね。もう、あんま黒しか持ってないですか。白もありますよ。真っ白も確かにライブの時とか着てるイメージあります。白は黒ですか、大体。まあ、ロックなんで。まあ、ロックイコール黒ってのは、よくわかんないですよ。ですね、はい、これです。何ですか、お土産。ここに、いや、お土産じゃないです。ここに、黄色、赤、青、紫、ピンク、緑がくじで入ってます。ああ、これを聞いてもらって、で、このユニクロでその色の服を買ってもらいます。で、シヤさんにそれを着てもらいます。ちょっとイメチェンで。全身？全身っす。全身売ってないでしょ。全身、まあ極力全身で。ああ、はい。っていう企画です。なるほど、はい、なんでお願いします。何色にしようかな。いやいや、違うです。ランダムで。あ、ランダムで。ランダムで引くんです。はい、何にしようかなってあんまり意味ないです。いやー、これ、はい、どれですか。これちょっと開けてください。どれですか。まあ、金色だ。黄色か。一番かもしんない。黄色。黄色。はい。はい、なんでもう上も下も全部黄色で。え、じゃあお願いします。はい。はい。はい。黄色。黄色。貸し切り今日。貸し切りじゃないです。貸し切ってる。貸し切ってるぐらい結構ある。ついてます。でも緑とかピンクとか青とか紫はもうあったんだけど。チャールズ。黄色ないじゃん。黄色あったっす。どれ。あ、この薄い感じか。あ、まあこれ黄色ってからし色みたいな感じです。あ、ここレディースコーナー。レディースですね。まあ僕基本レディースしか着ないんで。やっぱそうっすよね、シヤさんの細さ的に。ああいう黄色もあるっす。あ、これも黄色か。これも黄色っす。結構モフモフのこれからの秋冬のやつですね。緑とかピンクも多いんだ。多いですね。これとかももろ緑やん。本当だ。これ結構黄色じゃないですか。うわ、めっちゃ黄色やん。これ。何これ。 UV カットとメッシュパッカー。パッカーじゃないですか。これで中の黄色も欲しいですね。中の黄色って何。シャツの黄色。全部羽織るのは結構あるんで、あと中が欲しい。中も。中とあとパンツが欲しいです。パンツなんて絶対ないって。黄色なんて。これも黄色だよ。それ黄色ですけど、これ花柄。さすがに子供用のワンピース。これはでも深夜さんなんかこういう首のやつ着てそうっす。まあ形的には着てると思う。はい、見てこれ、黄色いカバン。これ買った方がいいんですか。コーディネートに。絶対これ黄色っす。じゃあそれで。これ本当に買わなダメこれ。本当に買わないです。お願いします。これは。いや、それも寝た時にあったらズボンない分着た時のパンチはあるっす。似合うかなこれ。それ絶対あった方がいいです。本当に買わないとダメこれ。本当に買わないです。これ黄色じゃないですか。え、これあれや、このスヌーピーのキャラの誰だっけ。ウッドストックだっけ。あ、今このスヌーピーコラボなんですね。ピーナッツコラボ、これいいっすね。ペルオさんが前スヌーピーのグッズ見ながら、スヌーピーってなんかいつもピーナッツって書いてるじゃないですかって言われて、ピーナッツ好きなんですかって言ってた。と思って。そのタイトルっての知らない。知らないんだ。カルチャーショック。カルチャーショックっす。この辺子供コーナーになってます。赤ちゃんじゃん、子供っていうかな。赤ちゃんコーナーになってるっす。え、あれめっちゃ黄色や。着てみましょう。これもたぶんめっちゃ赤ちゃんっす。え、これいいな。これがいいわ。これ可愛いですけど、いやこれ無理っす。これ多分メンズ上なんすか。まあ、一回メンズ見るか。見ましょうか。黄色とか人生で初めて買うかも。まあ、自分で言うのもあれなんですけど、何でも似合うんで。サイズさえ合えばもう何でも着こなせる自信ある。すごい自信さ。あ、見てこれダウンジャケット。ダウンジャケット山吹色がやっぱ多いですね。でこれも黄色っすもんね。なんならあレモン、レモンっぽいドライカノコポロシャツ。これめっちゃ黄色だ。これ黄色っす、ね、エアリズム。これもレモンっぽい感じ。
まあメンズちょっとでかいっすよね。巨人用じゃんこれ。いや巨人用じゃないです、まあ、大体ざっくり満たす。もう下で下でやりましょうか。なんかしらもういっぱいあったから何でもいいや。わかりました。吉田さん何でも似合うっす、ね、何でも似合う。サイズさえ、サイズさえその自信なんですか見てこれ見てこれ見て。もう出てくるんですか。それすごっ。何これどういう仕組み。これこんな適当に置いただけでちゃんと合ってるっすね、うん、すごい。欲しいっすこの仕組み。欲しい使うっすね。はい買ってきました。はい買いましたね。4点買ってきました。じゃあそれ来てもらえるんですか。はい、今から来ます。 で披露すると。はい、おおいいっすね。まあ、ただちょっと下はやっぱ置いてなかったんで。そうですね、まあ、適当に、はい、買いました。黄色で、はい、黄色と緑で、はい、わかりました。じゃあお願いします。じゃあ今から車で着替えます。はい、おおおおめっちゃ黄色じゃないですか。おお黄色です。こんな車さん見たことないです。いやよくいるでしょ。いやいないっす。なんか怪しいっす。でもまあ似合ってるような気もします。ニット帽もかぶってるじゃないですか。これこんなんかぶったことない。しかもニット帽もなんか似そうになってるっす色が。すごっ、買ったのはまずまあこの中のシャツ的な長袖でしたっけ。長袖です。はい、でその上にジップがついてる。はい見て指通せる。うわほんとだ。そんな機能ついてるんですね。でさらにでなんかカバー。うわ完璧じゃないですかこの色。ここにね使いやすそう。おやつ入れて。まあ おやつまあなんかいろいろ入りますよね。でこの帽子完璧な黄色コーデじゃないですか。まあ下はちょっとなかったんで今そうですね、黒いままですけどね。はいめっちゃいいっすね。どうですか、シアンさん来てみて。いや、まあ自分で言うのもあれなんだけど、はい、まあ全然何でも着こなせるんで。似合ってるっすか。じゃあもうこれ次のツアーとか入りはもうこれで。でもこれで移動全般線に行けます。全然行けますよ、はい、なんか違和感なく見えてきた。めっちゃ似合ってるっす。でしょ。はい何でも行けるっすね、シアンさん。何でも行ける。ああもう全然いそう。全然いそうだ。全然いるでしょ。全然いそう。なんか意外とっすね。じゃあ、シアさん、こんな感じで。はい。はい、新しいシアさんが見れたんで、了解です。はい。じゃあ、今年のテーマカラーは黄色でいきます。それ。かぶってるっす。誰と？あのテーマカラーあるっすよ。え？マジ？めっちゃかぶってるっす。シアさんダメっす、多分黄色は。え？はい。何色ならいいんすか？ピンクだったら多分大丈夫です。あ、じゃあ次全身ピンクで。次やるっすか、また。はい。あ、わかりました。はい。行くです。さよなら。